仙口動物は初期範囲に形成された腹口がそのまま口となって発生する動物。腹口動物、仙口動物、急行動物とも言う。後口動物に対立する。左右相称動物の進化の初期に後口動物と分岐したものであると考えられている。変形動物、輪形動物、腹毛動物、寒形動物、軟体動物、節足動物など、 多くの動物門が含まれる。四方動物などの二配養性動物は含まれない。また、身体構成の動物についてのみ言われることもある。前口動物に属する生物群の中で、例外的に顕著が肛門になる発生様式を持つものもあるが、その場合は分類が優先される。触手間動物は前口動物であるか後口動物であるかについて、 意見の対立がある。しかし、分子系統解析の結果では、前口動物群に含まれるという説が有力である。また、発生様式からは、後口動物に含まれる、ケアゴ動物群も、分子系統解析からは、前口動物に含まれるという説が有力である。その場合の、前口動物という名称は、 発生様式というより、分類群に対してのラベルという意味合いが強い。ヘッケル派の体系では、前口動物は螺旋乱滑であり、列対抗を持つ。前口動物を寒林動物と脱皮動物に大分類する説もある。ありがとうございます。